どうも、カブト哲也です。このチャンネルは僕の数あるマジンガーシリーズのコレクションの紹介とアシェット週刊グレートマジンガーを作るその日本柱でやってます。よかったらチャンネル登録してくださいね。励みになりますんで。さあ、今日紹介するのはこれ、アシェット週刊グレートマジンガーを作る25号。25まで来ました。4分の1作ったことになります。4分の1にしたらさ、ペースどうなんだろう、遅くない？そんなことはない？前回は左足の、股関節の部分を、半分組み立てました。今日はどこだろうね、またその続きかな、それとも、右足に移るのかな。では早速行ってみましょう。マジンゴー。はい、25号です。中身はね、まあこんな感じ。サッシの中身ですけど、まずね、脅威のメカニズム、グレートブーメランが載ってます。グレートブーメランっていうのはさ、グレートマジンガーの、ブレストバーンを放つ、V の字の放熱板を、ブーメランとして飛ばすことができる。ブーメランの全長はね、9.9メートル、重さは 0.8 トンだって。グレートの手から離れた後のスピードは、マッハ3、飛距離はね9キロだってさ。それからグレートマジンガーのエピソードガイド第11話が載ってます。11話の内容をちょっとだけ話すると、カブトシローの、ガールフレンドが登場する。春菜ちゃんって言うんだけどね。で、シローはさ、春菜ちゃんに絡んでた、3人組の子供たちを、やっつけようとするんだけど、逆に返り討ちにあっちゃって、それでね、ボス抜け無茶の下で、修行をする。で、その甲斐あって、次の日に仕返しできるんだけど、シローはねちょっと粗暴になっちゃって、犬猫は蹴っ飛ばすし、カラスはね棒で叩くしでね、悪い子に育っちゃったので、グレートが出撃して、カブとシローと春菜ちゃんは教会に逃げ込むので、神父さんは、哲也さんのために祈りましょうって言うんだけど、シローはねそんなのねやってらんないみたいな感じで、祈ることもしなくて、最後にねいじめた動物たちがシローを襲ってきて、シローガブガブ噛まれちゃったりして、ボロボロになって、でシローは、涙を流して改心をして、で春菜ちゃんと最後仲良くなります。で、一方この回は、魚型の戦闘獣ギライっていうのが出てくるんだけど、グレートがぐるぐるぐるパーンチでドガーン。そんなとこかな。さて、じゃあ作ろっか。股関節左の組み立て3。はい、今日の部品はこれだけ。さて、やるよ。じゃん、じゃらん。これはプラスチックです。それから金属で、あと開けちゃったけど、ワッシャーとあとネジね。さて、じゃあやっていこう。そしたらじゃじゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃん、グレートマジンガーの左足ね。それに、これをここにガッシャンとつけます。これでいいのかな。で、ネジ止め、いつもみたいにネジにワッシャー通して、よいしょ、止まりました。これは、動かないですね、固定です。そしたらば、これをここにぐっしゃん、おり止まんないぞ、よいしょ。無理やり力いっぱいやったらはまりました。ちょっとね、ちょっとわかるかな、ここさ、こことここ
隙間が空いてるの少しはまんないんだよね。これで精一杯です。まあいいか。そしたらばこれをここにカチャンとはめて、でネジ止めです。今度はちょっとさっきより長いのを使います。よいしょ、ネジで止めました。そしたらば出来上がりかな。やっぱり左足の股関節の、続きでした。これでさ、股関節は多分出来上がりじゃないの。次週は何だろうね。また楽しみです。アセット習慣グレートマジンガーを作る、これからも迷子を組み立てるために動画にしていきますので楽しみにしててくださいね。それからその合間に僕の数あるマジンガーシリーズのコレクションの紹介もできたらなと思います。今日はご視聴ありがとうございます。ではまたお会いしましょう。マジンゴー。